えねえ誰もいなかったんだけど結構すぐ出たのにううん。 あも,うもう全部ダメだ全部ダメもう私の欲しいもの全てなくなってるえ うん、完全にピンポンダッシュだったね。 早くリカちゃんと話したい <laughs> 本当かよ本当かそれはなんかもう昨日から私人間不信だから <laughs> 昨日裏切られたせいで ファンの人に裏切られたせいで人間不信だからそっちが先に裏切ったんだからね <laughs> 何があったのなんかね私のことを倒しだと思ってたっていうか 楽しって書いてる女の子が違うメンバーのところに行ってるのを私は会話で察して「あみたいな。 事事情が事情がななんて知らないよ言ったことが事実であるんだから事情じゃなくてそれは言い訳です。 これを厳しいと思うなら私のファン向いてないね。 だって普通のことじゃないですか私たちアイドルに「やれなんか遊ぶなやれ恋愛するな」だの言っておいて自分たちは好きな人のところに好きなだけ行けていいですよねって。それはちょっとないんじゃない トントン,でしょトン,トン恋愛するのなんてほぼ人権侵害だからね私はそう思うよとてもだけどまあそうやるって決めて覚悟を決めてねアイドルになってるんだったらまあそれを守るけどじゃあみんなもそうしてよって押してるって一回押すって決めたんだったら最後まで押してよっていう話ですよね それでなんかさ「じゃあいざなんか出ました」ってなってさ文句言われたって「えだって先に裏切ったやん」って私言うよ。<laughs> まあ悲しいことに私は何もないんだけどね。 それは悲しいことにではないえでもだからってなんか油断してるのが腹立つなんかそれでなんかリカちゃんはもうなんか大丈夫だからなんか安心だねみたいな思われてるのが腹立つから私はもう悲しいことに何もないけれどもでもなんかでもなんかそんなそっちがそうやって浮気するんだったら私だってそんなのね。 真剣に推ししててないってことでしょ、だって真剣に押してない人たちのために真剣にアイドルしなきゃいけない意味がわからないもん。 ごももっともですそうでしょなんか真剣に「もう私だけ好きで私のことしかはしてないです」みたいな人たちにはもしそういうことしてたら申し訳ないなっていう気持ちになると思うけど。 普段いろんなメンバー行き散らかしてる人たちにじゃあいざそんなことになって叩かれたって「えお前人のこと言えんの?」ってすごい煽るけどね私 <laughs> それと一緒だけどだってこっちだって人間の心あるからさ他の人のところ行かれたら傷つくわけよ私に内緒でね、まあ、言ってくれてたらまあいいよこれからどこ行くのこう誰々のとこ行くよぐらい話せる仲だったらまあいいよ絶対に私に内緒にしてそうやって行くじゃん なんで言わないの私に言えばいいじゃんじゃあそうでしょえそれでなんかさやれさなんか週刊誌に撮られましたなんかやれ遊んでる噂がありますつってそれで叩かれたって「いや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 」ってなるよ「<laughs> お前ら?」ってだけど 悲しいことに私は本当にに何か噂になるようなことも何もなくえ <laughs> 本当になんか本当はもうちょっと嫉妬させたいんだけど全然ないから本当に <laughs> たまにそういうなんかみんながしびれるような何か電撃的なことをやりたくなるんだけどでもなんかもう本当に悲しい。 悲しい <laughs> 悲しいことにそんな時間もなければチャンスもね何にもね <laughs> なくていいのよ <laughs>。 あお金もね時間もね <laughs> 遊ぶ暇が見当たらね <laughs> ああほらこんな村嫌だ <laughs> 感じですよ。 だからないしあっても言わねえけど <laughs> あっても言わねえけどでもなんかそういうなんか自分が先に裏切ったんだよってことをまず忘れないでほしい。<laughs> 悲しいことに何もないから言える何もないんだけど。 <laughs> そう言ったらびっくり <laughs> えそうでしょう <laughs> 連帯責任だろだって私傷ついたんだよ昨日のお話し会で結構もう ふてするぐらいには劇場でそのままどうせみんな「楽しし」とか言ってなんか <laughs> いろんなねイベントとかも来てくれて「りかちゃん」って言ってたのあれ全部嘘だったんだみたいなしかもいや裏切別に普通のなんかそういうさなんか ちょっと最近ファンになりましたみたいな人がそういうことしててもさあこの子の方が良かったのかなって私は思えるのだけど幹部よ <laughs> 幹部よ幹部幹部がそれしたらもうダメでしょうあケ剣取ってたんだってだ別に好きなのはリカちゃんだけだけど この子にも行きたかったみたいなことをまあ言ってらっしゃったんですよコンビとしても好きだからみたいなえそうだよそれ辛くないいや意味わかんないじゃんじゃあみんなに聞くよ ね、好きな人がいましたそれでなんか何回もさこう会いに行ったりご飯行ったりめちゃめちゃいい雰囲気でしたでもそしたら同じ時期に同じ子同じそのスパンにだよ期間中にじゃあもう一人会ってる人がいましたって。 言ったらなんか裏切られてる気持ちにならない絶対この子は自分のことが好きだけど、でも他にもそういうなんかご飯行ったり <coughs> する人がいるんだみたいな。なるでしょそれと一緒わ <laughs> かる ね本当にまるさんといいるの楽しいですまるさんって本当話面白い好きになっちゃいそうみたいな言ってくれてたのに同じこと他の人にも言ってるかもしれないやんそれただの仕事の付き合いかもしれないしなんかわかんないよだけど同じ時,時期に同じスパンでご飯行ってる人がいたら嫌でしょ <laughs> よくわかったでしょ <laughs> ダメでしょそれは完全にその時の気持ちと一緒ですよ で、じゃあいざ次のご飯の時にその話しようと思ってあのまるまるさんから聞いたんだけれども「誰さんとご飯行ってるって本当?」みたいなまあ聞くじゃないですか話をね。そしたらいやあのー 誰々さんも好きなんですけど誰々さんのことも、まあ、あの一緒にいるのとかすごい見てていいなって思っててって言われたらどう思う 〇〇ちゃんが一番好きなんですけどみたいなまるさんのことすごい大好きだしいつも話面白いしすごい大好きなんですけどこの人もなんかかっこいいなって思っててって言われたらどう思うそれと一緒 <laughs> しかもそれ本人じゃなくてさ人づてに聞くんだよ。つらい,いでしょ私の立場になってみて一度。 2番目とか選択肢に他にあるのがメンタルくるでしょだからアイドルはそれと一緒ですその気持ちと一緒だよだからなんかちょっと挨拶でとか 言われたってこっち側は何にも響かないわけいやただの仕事の付き合いなんですけどでもまるさんとお仕事してるところいいなって思っててって言われてみもう「はあ」って <laughs> う「うっせえうっせえうっせえわ」ですよ。 いや悲しいよ私はそういうことが昨日あったんですよ幹部なのに理科のこと一番好きだって思ってたのに でも大体そういうこと言うと「いや一番はリカちゃんだよ」って言うのいや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 え何 <laughs> いやいや一番はまるさんなんですけどやっぱりこの人もいいなって思って多分おかしいやろこんなやつ。 子さんというかまあ何て言うんでしょうねまあもう言うてみればほんと生誕院とかにも入るような方ですよだからどんだけリカちゃん好きだよいつもありがとうって言われても私何信じたらいいんだろうって。 そうだそうだお前が言うなおめえだよ DD にインドを渡してんの <laughs> おいわかめもうわかめカッコ二グラムでいいんじゃない二グラムのわかめってことでいいんじゃない ま <laughs> ただのワカメだ。<laughs> そうだよね。そうだよね。そうだよ。ただのワカメだよ。二グラムワカメ。<laughs> 増えそうまさか。